こんにちは、皆さんこんにちは。今回は韓国のお惣菜ビビムからお取り寄せをしてみました。とっても美味しかったので、ご参考までにどうぞご覧くださいね。こちらのアワビカルビタンを食べてみたいと思います。とりあえずね、冷凍庫から出して解凍したんですけれども、あんまりね、ちょっとまだ解凍がしっかりできていなくて凍ってる状態です。中身こんな感じです。とりあえず開けてみますね。で、開けるにあたってなんかね、付属のこういうものがついてました。なんかこうパシッとこういう感じで、入れますね。ちょっとね、お鍋の方に入れていきますね。こう、感じで大きなアワビが一つ入ってますね。結構大きいですね。それとあとナツメと、あとカルビタンなので骨付きのお肉が入ってます。まだね、半分以上凍ってるんですけど、この段階で結構もうね、いい匂いがしてきてますよ。ちょうど火をつけて今ね、6、7分経ったところですね。でももうこんなにもうしっかり溶けてきてます。大きなお肉もしっかりね、入ってますね。結構大きい。アワビも入ってて、大きいお肉すごい入ってますね。ちょっとね、ご飯と合わせてこちらの切り干し大根のキムチも一緒に食べたいと思います。
たいと思います。まずスープから。どうでしょう。お味がついてますよ。ちょっとね、こちらの春雨もね入れてみました。で、お肉はというとこんな大きいの入ってわかります？こんな大きいの。ちょっとね、食べますね。これは美味しい。次にね、こちらの切り干し大根のこちら食べてみます。これも美味しいな。ご飯に乗せて、ちょっとね、ご飯少なめに、玄米ご飯で。見せしますね。わかります？ほら、肉もゴロッと入ってて、ちょっとね、アワビもね、食べてみますね。アワビね、こんな感じ。柔らかい。しっかりね、味もついてます。二口でいっちゃった。もう終わっちゃって、ちょっと悲しいけど。あ、でもすっごい磯の香りがすごいですね。うわ、これ本当に美味しい。
今回ビビムのお取り寄せの動画いかがでしたでしょうか。どれもこれもね、とっても美味しかったです。で、今回私初めてね、ちょっとね、頼んでみたんです。韓国語の先生にね、ここの美味しいよっていう風に教えてもらって頼んでみたんですけれども、こういったものをね、頼むのってね、実は初めてだったんですね。なのでちょっと大阪からの方の配達ですし、ちょっと不安だったんですけれども、思ってた以上にとっても美味しかったです。で、梱包もしっかりできていて、冷凍もね、ちゃんとできていたので、本当に安心していただくことができましたね。で、今回インターネットでね、注文したんですけれども、中にね、こういったカタログも入っていたので、次回頼む時の参考にしたいななんて思って取っといてあるんですけれども、今回頼んだ中のおかゆなんかはね、500円台から注文することができるんですね。なのでお値段的にもすごくお手軽な感じですし、何よりね、味がとっても良かったので、皆さんもぜひよかったらちょっとね、試しに頼んでみてはいかがですか。はい、では今回の動画よかったらチャンネル登録といいねもどうぞよろしくお願いします。ではまた、アンニョン、バイバイ、またね。